女子校出身の彼女と、ラブラブでずけき合っていて、彼女のことをよく理解していたとしても、彼がにわかに信じがたいと、思っている、女子校あるある。今回は、女子校出身者とずけき合っている男子に、女子校のどんなところが信じがたいのか、お話をお聞きしてきました。早速ご紹介しましょう。1、女子同士で胸を触りっこしていた。女子同士で胸を触りっこしていたなんて、全く信じられないです。僕は女子の胸を触りたくて悶々と、高校生活を送っていましたが、女子同士は、さらっと触れるんですね。25歳、教材販売、男子校で、男の何を触りっこしていた。なんてことは、あまり一般的ではないだろうと、思いますので、発育中の大っぴらにしたくないパーツを、触りっこするという概念自体が、男子にはうまく理解できないのでしょう。に、下着姿で教室を、うろうろしていた。僕の彼女は、下着姿で教室をうろうろしていたと、言います。体育の後の授業なんて、女子が教室の鍵を閉めて、着替えるので、15分授業になっていたみたいです。なぁ、27歳、イベント制作、高校時代は、土下座しても見ることができなかった女子の、下着姿。欲しいものがその辺にゴロゴロしている女子校。男子にとってはにわかに信じがたいのでしょう。男子にとっては、あんなに大量の下着姿の、女子、って、比較ものの AV でしかお目にかかれないですもんね。3、男性の教師に色目を、使うと進学させてくれた。僕の彼女は、公民の男性教諭に、色目を使って、指定校推薦の枠をゲットしたと、言っています。ありえん、27歳、広告、男子校で、女性教師に色目を使って進学できた男は、いるのか？きっといないでしょうね。いるのかな？4、体育祭は狂気乱舞。女子校の体育祭って、男子校の体育祭より狂気がすごいから、見ない方がいいと、僕の彼女は言います。25歳、鉄工、くわばらくわばらです。女子校に限らず、共学の高校にだって、にわかに信じがたい話があるそうです。昼休みのすごく混んでいる購買部で、痴漢にあったという女子がいました。高校という非常に限定された集団の中で、年頃の猿のような人間がたくさんいたら、にわかに信じがたいことが起こるのでしょう。懐かしいですよね。ひとみしょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお願いします。スマホの方は、動画の下のチャンネル登録から、お願いします。動画の評価を、していただけるとありがたいです。